ジェラセリーグ中日1から4巨人21日バンテリンドーム火消し職人の2人がしびれる場面で仕事を果たした高梨と船場様が共に満塁で登板し3分の1回を無安打無失点9日広島戦以来32歳初登板だった高梨は4対1の7回に死満塁で代打福永を2玉でとごろに封じ7戦連続無失点 絶対に抑えなきゃみたいな感じでいくと、久々の登板で、心と体が一致しない感じになると思うので、今まで投げてきた経験が出たかなと思います、とうなずいた。8回、西満塁では船場様が代打、中島をスライダーで夕頃に仕留めた。右腕はこれで10戦連続無失点、3ボールになってしまったので、打てるもんなら打ってみろの、割り切っていきました、と振り返った。 にに今季のチームに大ききく貢献してきた前半戦。高梨は16日に首の寝違いによるベンチ外もあったが寝違いはちょっとあります笑い頑張りました救援ブレーク期間の4日で直しますと白い歯を覗かせてキ路についた。